はい。おはようございます。沖縄おばばです。はい。こちらにはパナさんがいます。こちらにはうんぎゃさんですね。はい。皆さんおはようございます。えー、朝の雑談です。本当に雑談です。はい。えー、まあね、えー、みーちゃん家に来て3日目で、えー、今日の朝方ね、 え、イの方をしました。まあね、まだ虫暮らしは与えてないので、え、嫌なものは見なくて済んだんですけど、はい。えー、まあ、ちょっとずつ慣れてきているようです。はい。えー、なんていうのかなあ。食欲も旺盛ですしね。えー、まあ、いい感じだと思います。はい。えー、それからですね、えー、昨日、あの、ダイソーに行ってね、 営業品見に行ったんですけど、ダイソーに行って気がついたこといろいろあります。他のものを見てなんですけど。缶詰。はい。これ地域差あるとは思うんですけど、焼き鳥缶がね、消えてました。あれ、タイから確かに輸入してるんですよね。あの、稲葉で作ってるんですけど、タイに工場があって、タイからの輸入品ですね。 焼き鳥感が全部消えてました。はい。レバーはありましたね。レバーは売れが悪いみたいですね。はい。えー、あとね、えー、サバ缶もなかったですね。私はサバ食べないんですけど、アレルギーがあるのでね、えー、死にそうになったことあるんでね、前サバでね。はい。えー、なんていうのかな。あー サバ缶もありませんでした。まあ、イワシの缶詰がちょっとありましたね。はい、えー、ほと、なんかカラ、カラカラになってました。はい、えー、珍しいですよね。ダイソーさんって大体、あのー、他のものでこう補充するようにね、指示されてると思うんですけど、なんかね、えー、それも間に合わなかったのかなっていう感じです。はい、えー、まあそんな感じです。あままあ、間に合わなかったのかなっていうか、多分入荷がないんでしょうね。 はい。ええー、まあ、イワシカはありましたね。はい。そんなに多くはなかったです。はい。イワシ缶はありました。はい。ええー、まあ、そんな感じでね。ええー、まあ、今のうちね、えー、ものが豊富にあるんでね。ええー、備蓄しま、するなら今のうちかもしれないですね。まあ、缶詰類はね、えー、そんなに、あのー、 田舎の方たちは気にしなくてもいいと思います。えー、川がね、あればね、釣りができますしね。はい。えー、でもね、まあ、私なんかはほぼほぼベジになってしまったんで、えー、植物性タンパクですね。大豆タンパクとか、湯葉とかをね、備蓄してます。はい。えー、でも、それでもね、たまにね、動物性のもの食べたくなるんで、えー、缶詰はね、ちょこちょこと備蓄してます。 はい。まあ、そんな感じでですね。はい、えー。今のうちかもしれないということですね。はい。えー、まあ、物がなくなるのは多分ね、11月以降だと思います。本当に顕著になってくるのはね。 ええー、まあこれ私の予想なんであ、まあ外れたらごめんなさいなんですけど。でも私の予想ではみんなが言ってるよりはちょっと遅いと思います。みんななんか9月ぐらいになくなるとか言ってますけど。私は9月ぐらいにはね、高くはなるけどまだある、まだあるんじゃないかなっていう感じですね。はい。ええー、まあそんな感じですね。はい。まあ、まあ備蓄は必要ですね。 あとですね、なんかいろいろ海外の方がね、えー、書き込んでくださって情報をくれます。やっぱりね、えー、大変なことが起きてるみたいですね。えー、んなんか近所でね、えー、続々とね、キラキラ星になってしまったりとかね、えー、結構あるみたいです。はい、まあ今日もね、 えー、那覇起きてね、えー、まあ、今全部、なんていうのかな、終わったんですけど、まあ、えー、猫の世話から、掃除からね、えー、洗濯から、まあ、とりあえず全部終わらして、これを取ってるんですけど、えー、多分2時間ぐらいかな、その間に3回は聞きました。はい、例のね、えー、ピーポーパーポーですね。えー、まあ、どうなることやらです。はい、えー、なのでね、えー、食べた方、はい、あと、おー なんていうのかなあ一緒に住んでらっしゃる方は、デトックス必須でございます。何度も言います。はい、えー、毎日ね、えー、松葉茶などを飲んでください。はい、えー、ファイブアラームもいいと思います。あとね、えー、プラズマ乳酸菌なんかもいいと思いますね。えー、まあ、とりあえずね、えー、出しちゃうことが先決ですのでね。はい、えー、そういうことで、えー、皆さん本当にあの気をつけてください。 はい、えー、これがね、えー、まだピークになってないと思うんですよ、日本の場合はね。えー、まあ、なのでね、えー、これがね、えー、バタンバタンとなってきたときに、えー、どういうふうな対応になるかです。多分ね、他のことでごまかすんだとは思うんですけどね。はい、今ね、そのためにね、えー、マンキーですね、マンキーが出て、出始めてますけどね。 まあ、本当にね、えー、気をつけないといけないと思います。はい。まあ、朝からこんな話題ですんませんです。はい。えー、とりあえず、こんな感じでね、朝の配信を失礼したいと思います。それでは皆さん、今日も一日元気で楽しく過ごしましょう。沖縄おばばでした。にゃ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 。えー。はい。かわいいですね。あーかわいいですね。